日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。マクドナルドのスキニムスキンマックシェイクとモンブランフルーリーを食べたい、飲みたいと思います。もうスキニムス季節は特に過ぎ去ってますけどね。いや、それでも特にモンブランというのは気になるので飲みいただきたいと思います、ね、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらのモンブランフルーリーからいただきたいと思います。栗の味感じられるかな。それでは。少し遅いお月見ね。一体どうしたのかしら。ああ、いえ、ちょっと時間がなかっただけです。でもしっかり堪能させてもらったので嬉しく思ってますよ。優しい甘さって心がほぐれるのが本当にいいですよね。この時間が永遠に続けばって何を言ってるんだ自分は。ブルーリーもシェイクもアイスクリームにモンブランから感じる栗の甘みや甘露芋の優しい甘さがうまく混ざり合って口の中にパーッと広がってきて心を癒してくれました。優しい甘さに癒されたい日にぜひ食べて飲んでほしいですね。でもやっぱり自分は栗の方が好きなのでこちらのマックフルーリーの方がより美味しかったのでおすすめです。もちろんあなたが栗好きならばという前提ですけど、なので今回はマックフルーリーマックフルーリーを代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。でも終了。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。